回表西武の攻撃。1番辻は好投を続けるロッテの小宮山から右中間を破るスリーベースヒット。西武先制のチャンスです。3番秋山、この当たりで辻が三塁から飛び出してしまいます。今度は秋山が二塁を飛び出してアウト。西武の走塁ミスが続きます。試合は0対0のまま9回表、西武秋山。続く4番清原、6-4-3と当たるダブルプレー。今日も清原のバットからホームランの快音は聞かれませんでした。この裏ロッテはワンアウトから7番平井。平井の当たりは一塁線を破るツーベースヒット。ロッテ金田監督は平井の代走に横田、ピンチヒッターに古川を送ります。打球は工藤のグラブを弾いてレフト前。古川のサヨナラヒットでロッテが1対0で宮城球場での第1戦、セーブを出しました。